皆さんこんにちは。おやじです。本日は2020年の7月20日です。あと、今週はいいですね。23、24、25、26、4連休ですよね。本来なら、オリンピックが始まるんですよね。でもコロナでもう、それどころではないと。言ったところで、まあ4連休だけは、残ってしまったと。そういった感じの、まあ、今週末になりそうですけれども。まずは週始め。私今日はね、広島2回戦なんですわ。広島600キロの旅をしてきますよ。ひとまずはね、今日はまず一発目の、まあマイナスポイント現着で半固定になってますけど、はい。で今日ね、まあ夜勤なんですけれども、やっぱり寝られんかったわ。昼から寝られへんかったわ。でもね、今日ね、結構日曜日の晩からね、もう爆睡してたんで、まあまあ、今日は目が持つのかなと、いったところです。でね、まあこれからトラックを乗ろうと思ってる人は、昼にいかにして寝るかが仕事です。で、睡眠、寝ることもね、仕事のうちなんですよね、トラックの運転手って。で、まあ、地盤もそうなんですけれども、まあ、地盤というか、まあ、中距離で当たるかな。で、まあ、長距離なんか、特にそうですけれども、昼の時間に寝たり、雑貨便、路線中かな、外がターミナルでマイナスする時間が早いんですよね。もうね、朝方の4時とか5時でね、マイナスできるところもあるんですわ。で、朝の6時には空車と。で、また、雑貨便などね、積んで帰るんであれば、夕方までね、荷物を詰めないので。で、そこで、夕方まで時間を潰さなあかんと。で、夕方、まあ、6時とか、6時とか7時とか、8時とか、に荷物を積んで、で、走ると。そういった仕事がね、あるんですよ。路線便なんかね、どこに。まあ、なんとか山通運だとか、なんとか猫大和とか、まあそういった雑貨というかね、そういった仕事なんですけれども、すいませんね、食べながら喋ります。はい、すいません。で、そういった時にいかに朝から寝るか、いかに昼まで寝るか、夕方まで寝るかと。で、もうどこでも寝れる。どの時間でも寝れると。そういったこともしなくちゃいけない。もう、朝の9時から夕方4時まで寝ると。そういったこともありますし、まあ午後0時から夜の8時まで寝るとか、そういったこともね、あるんでね、やっぱ寝ることもね、大事です。で、寝ることも仕事のうちなんでね、そういったこともね、慣れることが
大事です。長距離とかね、そういった仕事をする場合には。で、まあ私、まあ今頃はね、いいですよ。まあスマホがあったりね、なんかタブレットがあったりだとか、でダウンロードした映画をね、車の中で見て時間を過ごしたりね、そんなこともできるんで、本当私がね、30代の頃だから、もう本当20数年前ですよ。長距離バリバリやってた頃にはね、ガラケーしかなかったですからね、メールしかできなかったですからね、インターネットなんかできなかったですからね。まあインターネットやろうもんなら本当ね、通信料ものすごく来ましたからね。でメールもね、本当止めとなくやってるとね、本当数万円の請求額がね来て、おや、たまらん時代でしたよ。まあ私は必要最低限がじゃなかったですからね。それでもやっぱ1万ぐらい来てたんじゃないかな。いや今頃はね、本当スマホとかね、 LINE とかやったらただじゃないですか。で電話もなんかかけ放題があったり、同じメーカー同士だったら、メーカーっていうの、ドコモ同士だったら通話がタダだとかなんかありますよね、どこにかけても。本当奥さんが家にいるんであれば、なんか奥さんの携帯にかけたりで、何時間話してももう定額、それ以上のお金は請求されないと。いい時代ですわ、今は。まあ今私で電話しませんけどね。まあ今はあの、まあ、こういうスマホですけれども、今これね、あの GoPro で撮ってるんですよ。まあ GoPro ってなしに、まあこれでね、まあ自撮りしながら動画を撮ったりすることもありますし、そうやって時間を潰せることもできますよね。いや本当ね、いい時代だなと。で高速もね、今休憩が8時間取りだとかな、なんか厳しくなってるじゃないですか。でもうね、ほとんどの会社は高速だいぶ乗れるんじゃないでしょうかね。ほとんど高速、よく分かりませんけれども、まあ私久しぶりにトラック乗って一般貨物はやってないので分かりませんけど、よくあの他の人のトラック YouTuber の方のあの動画見てたら、もうバンバン乗ってますよね、高速と。でもしくは一般道を走っててもすごく時間に余裕がある。本当いい時代だなと思います。でもまあその代わり回数はいけないけれども、でもね、休めるじゃないですか。いくら4、3番の休憩ができにくいと言った中でも、やっぱり昔と比べては楽になりましたよ。今の本当悪いけどね、今の運転手はね、恵まれてますよ。本当前やったらね、本当国道2号線とか国一だとか9号線だとかね、2、3だとか
いろんな道路ありましたけれども、まあ行くとこ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 渋滞してたしね、なんかよくありましたわ。まあ今も高速道路は渋滞するところは渋滞するんでしょうけれども、でも本当昔よりは走りやすくなったと聞いてますわ。で、名神も新名神で、東名も新東名、新東名っていうかな、まあ私走ったことないんだけど私がね、現役の頃ね、天王山がね、右ルート左ルートになったじゃないですか。あの右ルート左ルートがになってから少ししておりましたからね。で、東名も右ルート左ルートできたじゃないですか。あれがね、終わるか終わらない頃でしたね、なんか工事が。それ言えばなんか右ルート左ルートがあったような感じがするなみたいな感じで多分中央道はそんな変わらんですよね。あと何、圏央道中ができてみたり、あとそうですよね、外環状なんかも関東の、まあ東京周辺外環状なんかも全線できてるんですかね。私がね覚えがあるのはどうだ、あそこ東北道やね、常磐道の三郷だったかな、三郷の辺、三郷バリアなんか、あの辺から外環状ができてて、まだね、ずっと行って、あの外環状はどこ、浦和かなんとか港、1港じゃない、3港、1港、和港か、和港だったから、和港と三郷のあそこしかなかったですからね。で、美女木ジャンクションで、で、どっか都内の方に行って、なんだら、5号池袋線かなんか繋がってましたよね。確かね、そんな記憶があるんですけれども。今もう、ぐるっと繋がってるんでしょ？今、と、まあ、関東用事はないんでね、関東の方の、地図ないんですけれども、まあ、結構できてるでしょ、道が。で、アクアラインとか、海ホタルとか、なんかあれ走ってみたいなと。計画はあったみたいなんだけど、あれやったらすごく早いですよね。木更津とか、成田の方にはよく行ってましたわ。いっぺん都内に入って、そっから、環状線抜けて、で、東関東自動車道の方に行くか、京葉の方回るか、東関東、あっちの方に回るかで行ってましたよね。今、アクアラインができたら、どんぐらい早いんですかね？ 1 時間ぐらい？ 1 時間ぐらい早いんかな？かなり短縮できますよね。あそこのトンネルの長さ結構あるんじゃないですか。何キロぐらいあるんだろう、ちょっとわからんけど、10キロぐらい、十数キロあるんかな、あの辺もわかりませんけれどもね。まあ今いい時代になったなと、はい、このように思っております。で梅雨もね、なかなか開けませんけれども、今日ね、なんか奄美大島が開けたらしいですね、梅雨が。奄美大島、奄美諸島、あの辺は
奄美地方州かな、まあね、鹿児島県ですよね。まだ鹿児島の本土ではない。で、山口県もね、もう本当なら梅雨明けしていってもいいんですけれども、今日はまあまあいい天気でしたね。でもね、明日明後日頃から来週にかけてまた雨模様になってたんで、本当異常気象ですよ。本当どうなってんのと思いますけどね。はい、まあ、そんなこんなでいろいろ喋ってまいりましたけれども、あと今何時だ、今19時45分ですね。あとこの前ね、呼ばれるのが早かったんですよね。まあ多分あと20分少々で呼ばれると思います。ちょっと準備します。それではまた今日も走行動画を撮ってみたり、またうんちく行ってみたり、いろいろ運送業界の裏話とかあれば、なんか面白いネタがあればまた考えてお話ししようかなと思います。それではこの動画は以上になります。ん？違ったか、すいません。それではこの動画は以上になります。